なんですか、音自体がね、ものすごく高くて、各フレーズの入り方って入り口がすごく高い音から入るから、例えば一番最初なんかの力づくで「サーミーダ」ってこう入りたくなりますよね。それと「サーミーダ」って入るのは違うってことです。だから音程が合ってりゃいいやと思って「サーミーダレは」ね、こんな感じで緑色合ってますよ。だけどその音と例えばそのいい響きでね「サーミーダレは」違うってことですよね。これはだから共鳴、口と鼻が上手に響かないとこの音は出ないってことですね。サーミーダ、こういう感じね、サーミーダ、口から入ろうとするとこの音出ないからね、気をつけて。さあ一緒にやってみましょう。いきなり来ますからね。はい、サーミーダレは、はい、緑色悲しくさせたよ。そうです。一人の午後は響きです。恋をして寂しくて届かぬ想いを温めていた。響きだね、語尾は。好きだよと言えずに初恋は振り子細工の心、放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。浅い夢だから胸を離れない。はい、まずこれ OK です。あ、よかったです。とにかくこの、好きだよとのサビの部分、あのそこまではまだね、初恋は振り子細工の心ぐらいまではまだそんなにあのこの人のこの人風の節回してないからいいけど、いきなりこの放課後の校庭あたりからはあの音符の数と言葉の数が違いますから、あいうえをどんどん入れていかなきゃいけなくなるところですね。その節がちょっと違ってくると雰囲気変わっちゃいますからね、気をつけなきゃ。さあそれじゃあもう一回そのね、好きだよとから一緒にちょっとやりましょうね。で1番ができたからといって2番また全然違うんですもんね、言葉の数がね。だからこの辺を上手に捉えればこの歌は素敵です。じゃあ好きだよいきましょうね。口から入んないで。好きだよと言えずに初恋は振り子細工の心、ここからです。放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。浅い夢だから、いいです、うまいです。胸を離れない。あ、きれいきれい、ロングトーンもきれい。離れないじゃなくて離れない、いい響きでね、いきました。さあここまでは OK ですけど、今度は2番になった時の同じ場所、言葉が違いますからね、気をつけましょう。はい、言う前はパンツ色、帰り道一人口笛吹いて、はい、名前さえ呼べなくて囚われた心見つめていたよ。口からいかないようにね、響きです。好きだよと言えずに初恋は振り子細工の心、風に舞った花びらが水面を満たす。あ、これですよ、これこれこれだけ。
水面を生み出すようにって、なんだか早口言葉やられてるみたいだからね、こういうところを気をつけて、どっかでふっと止まってしまうとふっとこう先行かれちゃう。これテンポは1分間メトロノームカチカチが126で結構早めですからね、このあたりを気をつけると。さあ、それじゃあもう一回ね、風に待ったのところから入りますね。ますよ、風にね、ここから風に舞った花びらが水面を生み出すようにすらって言うんです。愛という字書いてみては震えてたの頃、浅い夢だから胸を離れない。はい、 OK です。それでこれまた放課後の方に入っていくと、ね、それは最後の繰り返しになります。で、放課後の方はもう1番と同じだから問題ないけど、やっぱりこの2番がねちょっとこう言いにくいですよね。風に舞った花びらが水面を生み出すようにみたいな、さらさらさっと言葉をね、だから読んで一生懸命歌ったりしてると置いてかれるし、それから例えばテレビのカラオケなんかで歌ってるとそういうあいうえおが入ってないから、そうすると自己流になりやすい歌でありますよね。だからよくやっぱり相手の本人の歌も聞いてね、覚えるってことだね。じゃあもう一回頭からいきましょう。じゃあいきます。さあ乱れば、はい、OK、緑の悲しくさせたよ緑の子、
本当に、なんだか本当に節回しすごいっていう感じですよ。このサビの部分のね、放課後風にのあたりのね、これを上手に、まあ節回しって演歌とかそういう節回しじゃないですよ、そういうんじゃないんだけれど、そういういい節が回ってる感じですね。要するに流れがすごく綺麗にあって、例えばララ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 とこう来てるところに、その中に言葉を当てはまった時に、言葉の数がピタッとそこに入るかどうか分かんないじゃないですか。そういう時にあいうえを入れてるわけですよね。そうするともう余計雰囲気が出て、放課後の校庭だって優しいんだけど、放課後の校庭もみたいなね、節を回っていくとすごく雰囲気が出るっていうね、そういった内容の歌ですよね。いい歌です、これ。